パリオリンピック2024ビーチバレー女子決勝大会15日目イコール日本時間10日エッフェル塔競技場画像ビーチバレー女子日本代表は2004年アテネゴリン以来の勝利喜び抱き合う長谷川明子石井美希ペアビーチバレー決勝でイエローカードが出るほど深刻な口論が発生しましたが DJ の起点で選手らを笑顔に変えましたブラジルペアとカナダペアの決勝での一幕 試合は3セットマッチで1セットずつを取る接戦の場面。両選手があるプレーに対して、ネットを挟んで口論を始めます。審判が間に入り、何度も笛を吹いたり、声かけをして選手をなだめようとしますが、収まらずしばらく口論が続きます。最終的にイエローカードが出され不穏な空気が会場内に流れます。すると 普段はアップテンポなミュージックが流れるバレーボールの会場ですが、DJ がジョン・レノンさんのイマジンの楽曲を流します。この曲はラブピースを訴え続けたジョン・レノンさんの思いが込められ後世に伝えられる名曲です。会場の至るところで自然と合唱が生まれ、両選手の表情も曇った顔から笑顔に変わります。選手は拍手で DJ を称賛すると、落ち着きを取り戻し、 会場は再び熱戦へと戻りました。SNS では DJ のファインプレーこんな場面にもイマジン効果がだから音楽が好きこれ今回のオリンピックのハイライトになるよねと称賛の声が寄せられました。